まずはポップルさん、僕の勝手な宣伝によりサーバーをパンクさせてしまって、そう、皆さん先日1いいねが1円になるポップルという紙アプリを紹介したんですけど、まずなんかコメント欄で「ステマだろ、素直に案件って言えばいいのに」みたいなコメントあったんですけど、僕はエムレナと違って嘘をつきません。ほら見てみ、 YouTube の検索候補、炎上、お金やって嫌な炎上ですよ。それはいいとして、動画の次の日にライブドアニュースでも紹介されてましたよ。だから僕はいち早くそれを皆様に教えたい、その一心でやってきたんですよ。なのに一番いいねもらってるのに、おすすめ欄にも表示されないってひどくないですか？そういうことはしませんで、ね、運営さんひどくないですか？なんか紹介したその日にアクセスが集中したらしくて、言うて当日増えたフォロワーさん3000人ぐらいなんですよ。それでちょっとサーバーが落ちかけたっつって夜中にメンテナンス入ったんですよ。3時間。ちょっと不思議なのが、他のユーザーはメンテナンス中ですっていう表示が出たらしいんですけど、僕だけ何にも来てないんですよ。リスナーさんが写真をくれてメンテ中って分かったんですけど、僕のアカウントだけメンテされてない。もうこれはね、夜中に働かされたポップル社員の怨念ですわ。一番いいね多かったのにおすすめにも載せてくれんし。ポップル？夜中働かせてごめんね。全国の皆さん、こんばんは。視野の放送部ことたくです。皆さん、どしどしフォローといいねお願いします。さあ、今日は6月に入りました。1週目の週末でございます。もう半年ってマジかってなる中、いかがお過ごしなんだおまんたちって言うとりますけど、早速参りましょう。さあ、今週の俺的ニュース速報のお時間です。今週気になったニュースを一気に紹介していきます。1つ目、痴漢大転倒。28日ツイッターにて、東京の JR 赤羽駅で JK2 人に追いかけられ、居合わせた人に足をかけられ大転倒し、逃げるなと言われる中年男性という情報量が多すぎる動画がアップされました。結果、逃走の男は痴漢の容疑を認め、駅員に確保され現行犯逮捕されたということなんですが、動画出回ってましたけど、こけ方がグラセフでよく見るやつでしたね。一時は冤罪だったらどうするんだとか言われてたんですが、普通にやってましたね。だから冤罪だったらとか言ってた人らが、結局冤罪じゃなかったって分かったのに、その JK のツイッターにまでぐじぐじ言ってて、結局その子鍵垢にしたそうなんですよ。大人の恥、ちょっと引きましたよね。ちょっと2つ目、痴漢といえばなんですが、今女性専用車両についても再び話題になっています。簡単に言いますと、痴漢問題の影響で女性専用車両に男性が乗り込んだ過去の動画ですね。それがまた貼られて議論を繰り広げてるということなんですが、これはもう個人的ですよ。男性で女性専用車両乗りたいって思います？僕一回間違えて入り口入ったことあるんですけど、あっと思ってすぐに移動したんですよ。別に何とも思わなかったんですよ。あの女性専用車両に乗り込んでぶっ潰すみたいなのって、あれマジで言ってるんですから。電車ガチ勢、女性専用車両ができました、ああそうなんだって終わりじゃない、始まりなん。またこういったこと言うじゃないですか。夜12時ぐらいに DM 来るんですよ。がっかりしました、だって差別じゃないですかみたいな。バカ野郎、お前みたいにそんなこといちいち気にしてるやつそもそもモテねえよって昔なら思ってるとこでしたけども、今は真摯に受け止めておりまする。あの続くんですけど、そもそも女性専用車両って痴漢対策のためにあるもので、お互いにとってメリットがあると思うんですよね。別にそれで女性が優遇されてると僕は思わないんですよ。批判の内容で、同じ運賃を払ってるのに乗れる車両が1両少ないっておかしくないですかってあったんですけど、全車両歩き回る方ですか？いや、あなたが座るの1個の椅子みたいな。冤罪等のことを考えると、男性専用車両があれば一番早いと思うんですけど、それもそれでね、まあ痴漢容疑をかけられた時に男性専用車両に乗っていなかったら、だってあなた男性専用車両乗ってなかったじゃないですかみたいなことにもなりかねないですよね。まあ、ただあんな乗り込んだまで僕は降りましぇんってするなよと思いますけどね。皆さんはどう思いますか？ちょっと長くなりましたけども、一番いい方法で争いがなくなればいいなというふうに思いました。最後です。3つ目、修羅の国またやらかす。31日福岡の立体駐車場にて、車が駐車場から落ちかけていると通報がありました。お写真こちら、ボイショリーサーカス。運転手はアクセルとブレーキを踏み間違えたとのことで、怪我がなくて幸いでしたけども、グラセフでもあんまならないレアな止まり方ですよ。3分の1突っ込んだみたいな。まあ、皆さん本当運転注意していきましょう。はい、ということで今週以上です。気になったニュースへの感想をお待ちしております。さあ、今週30秒紹介いたります。いってみましょう、どうぞ。30秒紹介。本日紹介するのは、 YouTube にゲーム実況動画を投稿して活動している実況プレイヤーリック。レトロゲームやホラーゲームを主にプレイしており、初めて見るようなゲームなどもあり楽しめたのと、個人的には FGO のガチャ動画で狙っているキャラが出現した時のテンションの上がり方が好きで、最高視聴回数を取っているのですが、嫉妬から低評価が多いところ高評価でした。もちろん音量注意です。やってほしいゲームのリクエストなどあればコメント欄に書いてみてください。そんな実況プレイヤーリックが気になった方、ゲーム実況が好きな方はぜひ動画概要欄のリンクをチェックしてみてください。これは PUBG43 連ガチャすかした僕への宣戦布告ですかね。はい、ということでご覧いただきました、リックさんご紹介しました。最近またレトロゲームっていうのが流行ってきてますよね。ぜひ気になる方は概要欄のチェックをお願いします。さあ、来週は暑さも本格的です。梅雨も来るということで過ごしにくい日々が始まりますが、 YouTube 見て要領よくね、休み休み頑張っていきましょう。無理してもいいことないですからね。ほんならご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。あ、ただポップルのおすすめに乗んないのはあれ差別じゃないかなと思ってますね。